この収穫体験は園児に収穫の喜びを味わってもらい、食べ物に対する感謝の気持ちを育んでもらおうと、佐賀女子短期大学が近隣の子ども園を対象に毎年行っているものです。今日は佐賀市の日進子ども園の園児およそ60人が大学の畑を訪れ、短大生が育てたさつまいもを力いっぱい収穫し、笑顔を見せていました。楽しい。5個ぐらい？いや違う、いや毒毒7かな、はい、たくさん出てきた。お芋さんでね、何か作る。収穫したさつまいもは園の給食に使われるほか、各自家に持ち帰ったということです。